はい、ですね、車をお借りしました。軽キャンピングカーをお借りしまして、今からですね、無料のキャンプ場に向かってます。なんかやっぱりね、僕今回奈良県に行って岡山県に行ってっていうのやってますけど、やっぱりね、思うのはね、運転が好きなんですよね。全然苦にならないから、家からですね5時間半で奈良でしたけども、自分としては全然答え出なくて、まだまだいけるなっていう感じだったんで、まあ運転が好きなんですよね。水辺の学校というところに到着しました。無料のキャンプ場だそうなんですが、水辺の学校っていうところに来ましたけども、ちょうどなんかね、あっち側に YouTube のマークが書いてある軽トラがあったんですよ。撮影交渉しに行ってみようと思います。全然知らない人なんですが、まあ初めましてということで、まあ仲良くなれたらいいなという感じで、ちょっと突撃してみましょう。こんにちは。こんにちは。こんにちは。はい、YouTube をやられてる方です。あれ、YouTube されてます。してます。なんていう。かの力っていう名前で、チャンネルやってるんですけど、はい、さっきですね、はい、見かけて、はい、ちょっとすぐ、押村さんっていうのを検索していきました。僕ですね、山口県から来てまして、はい、K のキャンピングカー作ってる会社があって、はい、最近、ケンケンさんとか、やってました、多分そこですね。玉島ですかね。クレストビークルさんってところなんですけど、玉島でこの前来て、はい、多分それでこの前もここに来られてた。そうですね、僕もそのお店で、はい、この辺になんか無料のキャンプ場ありますかって言ったら、はい、その、ケンさんがここに来ましたって言って、はい、じゃあ僕もじゃあそこ行きますって。そういう裏金なんですか、ね、はい、そういう。これ全部当然手作りですよね。手作りです。すげえ。これ軽トラだけを用意して、後ろ全部自分で。そうです。まあ、前回、の壊して作ってるんで、その材料費を全部新品で作ったとしても4万ぐらいでできていると思います。4万あればって感じ。この木組みも全部ご自分でやられてるんですよね。はい、すげえ。おしまさん、ちなみに、はい、顔出しとかされてます？してない？してます。あ、してます。全然。じゃあ、はい、大丈夫ですか？いいですかね。すげえな。ちゃんと綺麗にしてくればよかった。いや、とんでもない。前のもこんなんですけど、はい、前は世紀末っていうのがコンセプトで、それこそ世紀末、悪魔の方ですか？いや、そっちの方じゃなくて、週末。あ、なるほど。それがランさんが、はい、お金が水っていう動画を上げたんですよ。ここで撮った。はいはいはい、そこで僕はサビ缶をこれで売ってるっていう動画をアップして、はい、世の中週末じゃなっていうとこから、あ、じゃあ週末の車を作ろうで世紀末の車に、なるほど、っていうのが前回のコンセプト。へー、今回はもうそのイメージをもう完全に壊して、もうアートでっていう、アートのイメージで次は。ちなみにこれも、はい、おー、こんなになってんだ。そうそうそう、へえ。ここで売る、移動販売するっていう。はあ。どういうところにとかあるんですか、希望というか。場所だけ提供してくれるところっていうのが、他がかけないっていうのが僕のあれなんで。なるほど。呼んでくれるとこっていう。あ、なるほどですね。じゃあもし仮にこれを見て
場所を提供してくれる方がいたらぜひご一報ください。一緒に僕もじゃあその時行きますね普通に多分行くと思いますちょっとマスクしてなかった。いやすごい真面目な方ですねいやでもまさかこんな車と会えると思わなかった。来てみるもんですねやっぱりね遠くにじゃあもう一回行きましょうか。はい、すみません。いい。じゃあのこれをご覧の方でですね、はいぜひ場所を提供してくださるという方はあのご一報いただければ、はい僕も一緒に行きます。岡山の近場で。近場で。ぜひ岡山まで来てくれるらしいんで。はい、その時はぜひやりましょう。はい。来てよかったですよ本当。こういう車に会えてとか思わなかったんで。いや今日は来るか来ないか悩んでて。あ本当ですか。はい、天気が怪しいっすもんね。怪しかったし。自転車でその、はい、ちょっと総社の街を走るっていう動画を撮ろうと思って、はいはい、走ったんですけど、はい、ちょっと疲れてもう無理って思ってこっちに来て作業を始めたっていうのが、ね、今日の流れなんで。じゃあ別に今日止まったりするわけではない。作業しに来た。なるほどなるほど。広いですもんねさあこれは何でしょうってもう多分分かると思いますけど、こういう感じで。ちなみにこの後色を塗られる。そうですね、はい、まあ、これもまだ最終仕上げが済んでないんですけど、はい、こういうものを今作って、また販売しますんで。移動販売で。あのちさんでいいですかね。はい。あの初めましてなんですけど、ズーズーしく今撮らせてもらってます。もうなんか全然知ってるような感じ。サムネイル。本当ですか。一瞬しか映ってない。はい、車の中にやってまいりました。それでは。電気をつけていこうかな。いいですね、明るい。でこちらの電源をつけると、すげえな、家だなこれ。どうしても軽自動車なんで天井は低いです。天井は低いからまあ、こんな感じでですね、寝そべってみるっていうのが、まあ、現実的な使い方かな。これだったらすげえリラックスできますね。まあ、このテレビはですね、オプションということだったんですが、テレビに関しては僕がねテレビあんま見る人間じゃないんで、まあテレビはなくてもいいかなって感じがしますけどね。でこのテレビの下がですね物入れになってますんで、まあよくできてますよね。すごい。でロックがかかるとここは開かないという仕組みになってます。でこのテーブルなんですが、こうねスライドするようになってます。まあまあこういう風にね置いてもいいんですけども、どうしてもね足が邪魔になってきます。ここにある足が邪魔になっちゃうので、そういう時はこう折りたたんでですね、ここありますよね、ここを広げてスタンドにするとってやれば、ここに足はなくなるのでかなり広々と使うことができます。でこっち側はですねバッテリーが入っているので、どうしてもちょっとこっち側に出っ張ってきちゃうんですけど、こっちに関してはその水のタンクがかなり小スペース化されてますんで、圧迫感がねない。もっとね普通ってこれぐらいまであるんですよ確か。これぐらいまであるから結構狭いだろうと思ってたんですが、ここをねクリアしてるっていうのはねかなりでかいなと思います。そしてここにもコンセントがあるのか。で多分ねやっぱり一番の売りですよね、これパワーウィンドウですよ。エンジンかけてないのにこのパワーウィンドウ開けられるっていうのはねかなり便利。車中泊される方はですねご存知だと思うんですが、夜中とかね暑くなってきたりとかやっぱしますよ。窓を開けたいっていう時にこうぐるぐる回すタイプだったらね手動でできるからいいんですけど、パワーウィンドウだと鍵を探して鍵を差し込んで回して、それで開けないといけないんですよね。でやっぱり閉めたくなったらもう一回鍵を差して、でそれでまた閉めるっていうようなことをするんですけど、そのね手間が全然かかんない。
どうしても荷物ってものが出てきちゃうんで、こう一生懸命刺さんない刺さんないってやりながら開け閉めをしてたんですよ。してたっていうか今のあの僕のハイゼットカーゴはそういう風にやってるんで、これはめちゃめちゃ楽ですよ。で当然バッテリーが上がる心配もないんで、そういう心配がないってのはね、いやーやっぱ販売されてるキャンピングカーってのはすげえなと思いますね。はい、今はですね、スマホを充電してます。スマホを充電しつつ、今日夜ですねライブ配信をやろうと思ってるので、まあスマホは充電しとこうかなという感じです。であとですね、こちらの電子レンジで、例えばスーパーとかコンビニのお弁当とかお惣菜とかを食べようかなともちょっと考えたんですが、冷凍食品の方が、例えばね車載冷蔵庫ここに置いたりとかした時にまあ使い勝手がいいのかなと思ってですね、今日は冷凍食品を主に買ってます。でそれとですね、上の棚とか見ていってみましょうか。棚はこういう感じになってまして、店長さんも言ってましたがこういう感じになってるんですが、あえてね扉がついてません。で扉がついてない理由としては、扉をつけちゃうと本当にここの中に収まるサイズしか入らないんだけど、例えばブランケットとか置きたい時とか、服とかですよね、そういった時に扉があると、容量が少なくなってしまうので、こうギュッと押し込めるような感じってことで、扉をつけてないということだそうです。でここには今ウェットティッシュが入ってるのかな。うん。で今度反対側ですが、反対側はこんな感じでこちらも棚になってます。カメラのね向きを気にしなくていいのがやっぱ360度カメラのいいところですね。今日はですね、電子レンジが使えるってことで、レンジでチンするだけのフライドポテトっていうのを買ったんですけど、塩がない場合にね、今ここに、店長さんがね、すごい量のスパイスを置いてるんですよ。塩味が効かない時に勝手に使っちゃいけないだろうな、これ。怒られそうだからやめよう。まあ、料理する人っていうのは、こういうスパイスとかっていうのはいいと思うんですけど、そうだな、なんかここの中であんまり料理するっていうよりかは電子レンジがせっかくあるんで電子レンジを使った方がいいと思うんですよね。で実際ですね、僕車中泊の旅をしてですね、13日か14日かぐらい、車中泊の旅っていうのをやったんですけど、その時に思ったのがね、出発する時はすごい料理する気満々だったんですよ。だけどやっぱ運転する疲れもあるし、もうコンビニとかスーパーとかで済ませられるんだったらもうそっちの方が楽だってことで、大体ね、大体っていうか9割以上は、買ったものを食べてました。もう例えばコンビニとかで温めてもらったものとか、そういったものを買ってたんですけど、まあやっぱりね、料理するよりかはそういうものを買って、あんまり車中泊に関しては料理にこだわる必要はないのかなっていうふうに、僕はちょっと思うんですけどね。まあそういう意味では電子レンジあるっていうのは、まあ、かなりでかいですよね。さあ今時間がですね、7時14分になりました。そろそろね、晩ご飯食べてもいいかなということで、電子レンジを使ってみたいなと思います。こちらですね、こちらのスイッチをつけて、よいしょ。まず何からいきましょうかね。これからいってみましょうか。鶏肉のガーリックトマト煮。よいしょ。500ワットで2分。すげえ動いた。今ですね、撮影用にこっち側に来てます。本来はねこっち側、本来はこっち側でご飯食べるようになると思うんですが、まあ見えやすいようにということでですね、こっちのリアハッチ側に来ました。それでは終わったけ。こういう時ねキャンプしてるんで食器とかあるからいいですよね。借り物ですからね、借り物の車なのでなるべく汚さないようにしないと。よいしょ。じゃあそれではですね、いただきます。初めての電子レンジ。
車内での初めての電子レンジですが、簡単に温かいものが食べれるってのは素晴らしいですね。やっぱさあ、それではですね、3食目で、タイを温めてみました。で、最初にですね、鶏肉のトマトガーリック煮みたいなのを温めまして、次がピザ、そして次が、このタイの塩焼きとなってます。電子レンジ全然動きますね。美味しい。大体ね、車中泊とか行ってもこういうご飯ってね、避けてたんですよ。電子レンジないし、こういうのが食べれるってのはほんますげえな。さあ、今度は4品目。熱っ。これも冷凍食品なんですが、ローソンのね、フライドポテト。なかなかね、こういうのも食べれないですよ。あ、うまい。これ食べたことなかったけど、意外と当たりだな。いや、もう余裕ですね。聞こえるかな？今雨が降ってます。雨が降ってるんですが、この天井っていうのがですね、防音処理がされてるそうです。なので雨の音が聞こえないの分かりますかね。天井に当たる雨の音が全然しません。これは寝るときにめちゃめちゃいいな。さあ、今からですね、寝るんですが、このね、FF ヒーター、これを使ってみたいなと思います。エアコンですよね。あったかいのが出てくるので、今日はね、快適に眠れるんじゃないかなと思います。で、この FF ヒーターなんですが、換気をですね、自動的に外にやってくれるっていうことなので、つけたまんまで寝てもですね、全く危険性はありませんよということでした。なので、この FF ヒーターで眠ってみたいなと思います。さあ、それではですね、いきなり寝る時間になって申し訳ないんですが、もう寝たい。いや、3日間か忙しかったな。で、こちらの車をですね、一泊使わせていただきまして、寝るときはですね、FF ヒーターを使って寝てました。T シャツ1枚で寝てましたが、全然暖かかったので、まあ、すごいもんですよね、FF ヒーターってのは。今はですね、カメラ広角レンズで撮ってるんですが、これで、ね、見てわかる通りですね、完璧にほぼ家です。もうほぼ家なので、店長さんはですね、週末の車中泊旅、車中泊遊びに使ってもらえたらっていうような感じでおっしゃってましたけど、僕はですね、この車は普通に連泊できる車だと思うので、まあ、がっつり車中泊旅したいっていうような方にもね、全然おすすめできるんじゃないかなと思います。何よりね、この広さですよね。居住空間がかなり広いので、自分のね、ハイゼットカーゴ、車中泊仕様にもしてますけども、こんなに広くないんでね、まあ、ちょっとカルチャーショックだな。あとですね、この車のいいところとしてはですね、店長さんもご紹介いただいたんですけども、このベッドとですね、この助手席がこうね、割とフラットになってます。フラットになってるので、横に寝転んだ時にちょっと足がついちゃうとか、このリアハッチの方に足がついちゃうとか、こっちの助手席の方に足がついちゃうってことがあると思うんですけども、例えばまあ、ここに枕を置いとけば、まあ、だいぶ長いです。僕なんて見てください、これこんだけありますからね。横になってね、まだまだ余裕があります。もう本当にですね、軽バンってこんなに広かったかなって感じですね。で、昨日一晩過ごしてみて、このライトも必要十分だと思います。これだけ明るければ十分でしょう、本当。さあ、それではですね、一泊二日、しっかり楽しませていただきましたので、これからクレストビークルさんにですね、車を返しに行こうと思います。クレストビークルさん、ありがとうございました。おはようございます。おはようございます。早いですね早く目が覚めました。ぐっすり寝すぎちゃって、午前中ぐらいゆっくりされるのかなって余裕ぶっこいてましたよ。あ、本当ですか。
昨日あの寝た感じだとすげえ普通に寝れました、ね、多分あのまま寝てもらっても全然大丈夫です。全然大丈夫で、はい、で前も、旅暮らしさんっていう、はい、あの方動画撮っていただいたんですけど、はい、あのその方も腰が悪いのに結構快適でしたって言っていただいたんで、割とその買っていただくターゲット層というのが、うん、まあ大体40代ぐらいから60代まで、ちょっと腰悪くそろそろ腰に来てるんじゃないかっていうような方が多いかなっていうところもあったりするんで、まあもっと硬い方が良ければ、うん、まあそういうところはこう工夫してもらって、はいはいはい、寝ていただくと、まあ、より快適になるんじゃないかなというふうに思ってます。いやすっごい快適でした。広かった。ありがとうございます。なので、はい、今までは、まあ、あのなるべくお金かけずにという趣旨の、はいはい、動画だとご理解しておりますが、はい、あの今回ちょっと、はい、まあ、ちょっとお金出したら、はい、こんな快適なのもあるよっていう感じで、はいはい、あの違うちょっと一面も、はい、あの動画に取り入れてもらえれば。僕も DIY 自体は好きなんで、はいはい、あの実はこの机とか、はい、向こうのカウンターとか、はい、あの全部自分で作ってるんですよ。あ、そうなんですね。このテレビの壁もでクレイジー DIY っていう、はいはいはい、あの動画を上げたりしてるんですけど、チャンネルをお持ちってことですか。あ、そうです。あのクレストチャンネルっていう今年の1月から動画を上げ始めたんで、はい、そうなんですね、はい、じゃあもうぜひクレストチャンネルもよろしくお願いします。あ、ぜひあのご興味ありましたらチャンネル登録だけしといてなんかまあいろんなこの DIY だったり、あのもちろん車のことも発信してるということですね。そうですね、はい、でちょっとマニアックなところから、うん、まあ、簡単な DIY とかまで、うんうん、あのなるべくこううちもあの販売店としてあの法令遵守したいんで、はいはいはい、例えばまあこういうのは法律通りませんよとか、うんうん、こういうことすると危ないですよとか、うんうん、結構そういうのってキャンピングカーってまあ難しいんですよね、うん、あの車検とされた時に、はいはい、なかなか通らなかったって言われたじゃないですか、はい、っていうのもあるんで、まあ、その辺も分かりやすくとか、うん、あと実際にはこういうパーツつけてても車検は大丈夫ですよとか、うん、そんな情報とかもあったらクレストチャンネルの方で発信してますんで、はい、よかったぜひ、はい、ぜひぜひ。で、あとですね、はい、あのちょっとお聞きしたいのが、ここの店舗に来ればあの車は大体あって見せていただくことはできる。はい、常に置いてます。あ、なるほど。まあ、一度ご連絡をいただければ確実かなと思います。はい、で、クレストビークルのホームページを見ていただくと、はい、今あの公式 LINE を立ち上げてまして、はい、で、LINE で友達追加していただくと、うん、簡単にこう質問 してもらったりとか、あ、その、はい、やり取りができるように公式 LINE を作りました。あのこっちからあのキャンペーンやりますよとか、あれ安いですよ、これ出ましたよとかっていうのを、うん、あの配信とかはほとんどしてないです。で基本的には皆さんの方から何かメッセージとか質問とかをいただいた時にあの返信をしてますので、はい、なのであの、まあ、基本的に営業時間内に僕も見てるんですけど、はい、例えば夜中とかに、はい、動画紹介とかで見ていただいたけど、うん、あそこの部分がよくわからなかったとか、うん、でそこの写真と触れませんかって言われれば、はい、僕が携帯でパチッと写真撮ってそれを送り返したりとか、あの LINE で気軽に問い合わせいただければお答えしますし、うん、はい、カタログ送ってくれと言われれば、はい、あのすぐに発送いたしますので、そういう感じで気軽に LINE を使っていただければと思います。はい、ということでそちらの方もぜひよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お友達登録も本当今日はありがとうございました。いえ、こちらこそありがとうございました。また来させていただきますので、はい、ぜひよろしくお願いします。岡山に来た際はぜひ、はい、ありがとうございます。いえいえ、こちらこそありがとうございます。すいません、急に撮影を始めてしまう。いや、DIY とかされてるんだったら、はい、はい、今回最後のサービスエリアに寄ろうと思います。小谷サービスエリア、広島県ですね。だいたい遠出するとですね、小谷サービスエリア、行きか帰り必ず寄るんですが、今回も帰り小谷サービスエリア寄っていきたいなと思います。ちょっと休憩するっていうよりかは、なんかちょっとお土産でも見たいですね。まあ、毎度のことなんですが、車中泊のね、こういった旅みたいなことをすると、毎日こう何かしら予定を入れていくので、まあ充実してますよね。で、充実してる分やっぱり、時間が過ぎるのが毎回早いです。でもまた車中泊の旅、四国も行ってみたいし、九州も行ってみたいし、
たいところはたくさんありますが、またこういったこともねやってみたいと思いますので、ぜひその時はまた見てみてください。それでは、公園にいるようです。公園に行ってみよう。